あなたも結構優しいっすね、いろいろ。もう優しいよ、教えてくれるな。おはよう。あ、一番優しいばあさん来たよ。あのばあさん何でも待ってくれるから。あ、そうなんだ。何？おばあちゃんホットドッグいる？ホットドッグ、え、おごってくれるの？うーん。え、違う、どう違う。うん、買うって。あ、買うか。じゃあいいよ、分かった、買うよ。本当に SR ホットドッグが1個5万円。 SR? あら、うん、そうなの、そんな貴重なもん。じゃあ1個もらおうかい。あ、1個買う。あ、1個買う。じゃあおばあちゃん、これサービスね、これサービスくれるの。サービス投げるよ、これね。あれあれあれ、1回食べてみたらすごい美味しいからね。ほんと？どれ？おばあちゃん、じゃあ食べてみるから。うん、これね、SR 食べたねっつったら10万円取れるから。で、極上のホットドッグを食べますわ。おいしい？おいしい、おいしい、おいしい、入れ歯取れちゃうぐらいだ。硬かったか、ちょっとパンがね。ポッポちゃん落ちる前にね、入れ歯が落ちるようになりました。ごめんごめん、硬かったか、パンが。大丈夫、大丈夫。ごめんね、ごめんね。おいしい、これ極上じゃね、これ。極上でしょ、これね。入れ歯ちょっとつけなるから待っててください。うんうんうん。うん、お、来たな、ヤンキーですね。すごいすごいすごい。入ったよ、入れ歯。あ、入った。俺の新車見てよ、新車。おいしかった。いや、もう一個欲しくなっちまうね、これ、ね。え、もう一個欲しいの？だって美味しいんだもん。おばあちゃん、もうこれ最後だよ、これが。これ最後？うん、サービスね、これ。あら、ありがとう。すごいわ、こんなに美味しい。ほっぺがとろける、いや、入れ歯が取れるぐらいの美味しいだもんね。ありがとう。うん、いいおばあちゃんやな。請求ほらしてくださいまし。あ、いいよいいよ、サービスサービス。やら、本当に？うん、今後買ってくれな。え、じゃあおばあちゃんからじゃあこれプレゼントするよ。なんだ。よいしょ。おばあちゃんの極上のせんべい、ね。米せんべい、来た。じゃあまた SR ちょうだいね。あ、また来てね。何の味だろう、なんかね、もうなんかハマる味っていうの、ハマる味だわ。すげえ。この町のおばあちゃんはみんないい人だ。こんにちは。どうも。ホットドッグ買いませんか？あ、ホットドッグ屋さん。はい。デヤンスの魂を受け継いでます。え、待って、デヤンスさん辞めたの？ホットドッグ屋さん。辞めました、彼は。え？マレネクになっちゃいました、彼は。あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあ、そうですね、ちょっとじゃあ。お一ついただいてもいいですか？一つでいいんですか？ SR ホットドッグ5万円、レアホットドッグ3万円。デアンさんの意思ついてる割には高くないですか？それはそれ、これはこれ。ちなみにデアンさんとはどういうご関係で？いや、さっき出会いました。で、なんかホットドッグ屋をやってたら、そのデアンスっていう方の名前をよく聞いたんですよ。うん、それで、あ、そんな神がいたんだって思って、うん、でしたらさっきここでマレ肉屋さんと話してる時に突然現れたんですよ、神が。うん、そこでホットドッグ屋はもうやめたでやんさしわっていうことで、でさっき魂を引き継ぎました、じきじきに。急すぎん。いや、そう、急展開。ああ、いや、なんかてっきり嘘つかれてんのかなと。いやいやいや、これね、本当なんですよ、これ本当に。じゃあ今後からはあなたが立つんですか？はい。あ、立ちます。わかりました。落ちよだよさん。あ、そうですね。私、だよだよって言います。あ、だよだよさん、失礼しました。はい。すいません、すいません。いつでも買いに来てね。レダさんはいつ頃来たんです？昨日来ましたね。昨日来て今日受け継いだんだ。はい。だからもう本当に急展開だった、さっき。本当なんですこれ。嘘っぽいっしょ。うん、嘘っぽいけど、うん、なんかそのあなたの話し方からすると本当だなっていう風に。そうなんだよ。マレ肉屋さんにも聞いてみて、本当だから。証人がいる。ああ、わかりました。はい、いつでも買ってください。人が多く来る可能性がある。何やってんのあれ。お兄さん。はい。おお、昨日の。今何やってたんですか？今、車取ろうとしてましたよ。車取れんすか、あれで。免許取りに行こうと思
うとしてます。そうそう、銃突きつけてる、ね、そうね、はあ、勉強ないと何もね、なかなか取れなかったんですけど。なんで取れないの？なんかそういう歪みもあるの。あ、歪みなんだ。なんかね、心がすんごい強い心なきがいて。あ、そうなんだ。そうそうそう。待てよ、赤スーツ、ニャンコスキー、ニャンコスキー、ニャンコスキーさんと知り合った。俺のホットドッグ屋をな、はあ、ぶっ壊しやがったな、あいつは、はあ、車で引いてな。あ、それん、え、あんな屋台がな、あんだけど見えない、はあ、それを車で引いてぶっ壊しやがったな、あいつは、はあ、許せない、許せない。じゃあどうする？ん、いやでも示談金としてお金もらったから、まあ一旦は全然それ許してるよ、うん、一旦はまあ許した、一旦は、あ、じゃあいずれは復讐？いや別にそこまで狭くないよ心は。じゃあ許してるよ、うん、許したホットドッグいかがすか？ホットドッグ買っちゃおっかな。あらららららら、 SR ホットドッグ1個5万。トッピングって何あります？トッピング、トッピング結構なんか野菜多めがいいんです。野菜多めか、いやちょっとこだわり強すぎてね、1種類しかないんですよ。医療ライセンス1種類しかない。おめでとうございます。マスタードソーセージのみ。おめでとう。ケチャップ、ケチャップなし。ケチャップなし、なんであの怪我とかしたらお願いします。そう強っ、うん、どこにこだわってんの？パン、ソーセージ、マスタード、硬さかな。パンの硬さ、そう、さっきヨネバーっていうな、おばあちゃんがいてな、いな、硬すぎて入れ歯が取れちゃったんだよ。いい、それぐらい硬い。でも美味しいよ、歯ごたえ抜群。ホットドッグ歯ごたえ求めたことないな。えー、美味しいよ。騙されたと思って食ってみ、 SR。 騙されてしかないよ。うん、1個5万。ちなみに、はい、年売りって言うねんだこれ。うん、お兄さん年売りって言う、ね、毎度50万。お前さ、殺すぞ。え、ダメ、嫌だった？おもろいからええわ。 ありがとうね。ジュースは？ジュースは1個2万。距離感の詰め方あるやんね。バナナスムージー、えぐいね君、距離感、うん、どう買うわ。毎度、とりあえずホットドッグ1個せっかくだし。いやでもいっぱいお腹膨れるよ。硬いなこれ。硬い？ああ、でも膨れるよ、腹持ちいいよ。どう？ギャンギャンやなこれ。うん、一緒。硬いのをこのスムージーで。そうそうそう、グリッと。なるほどね。あ、そうそうそう、たまらん。言いたいことだからそういうことね。そうそうそう、そういうことね。たまらんよね、たまらん。いや、お兄さんさ、ああ、なんかいい車何か知ってる？いい車？車に詳しい人知ってる？車に詳しい人、やっぱディーラーとかメカニックちゃうか。そのビッグさんとかプスカ大佐とかな、知り合いなんだけどいないんだよ今。待っているわビッグ。行ってこいよ。じゃあありがとう、ありがとうな。ああうわ、休み、ここがね、え、何これ、やばいよここマジで。え、か見てみ、かっこよ。俺昨日勝手に見たけど、なんかめっちゃいい。何、ね、車屋さん？車屋さんです。かっこよ。やば、ここができたんですよ。でこっちからやば、うわかっこよ、やば、後ろの立柱と繋がってるんで、やば、お仕事の際は間違ってここに逃げ込まないように。お仕事の際、お仕事をね、ランポってのはいいやつなんですか？ランポってやつは結構いいやつですかね。見た目はそんなにいじれないっていうか、ほぼ全くいじれないんですけど、うん、積載が700積めるのでアルバイトとかにかなり使えるかな。ほうほうほう。2300万なんで、まあ2300万、何年しか働いてればランポ使って働けばね。一旦買おうそれ。あー、まあありか。でもヘリオン買ったんすよこの前。ヘリオンがあるなら一旦大丈夫、相互系は。ヘリオンは積載400で、まあ、ランポカスタムの半分ではあるんですけど、あの動き結構早いんで、なん伊達崎さんに斡旋してもらうとか仕事を。え？あ、それこそ、あ、じゃあ、アシット取ってきてほしいな。アシット、うん、はい、アシット1600個で、うん、そうね。あ、なんかぬちょぬちょ言ってるかも。
そうだから、じゃあまあ500万で行きたいところを600万でどう？え、アシット1600個で600万、うん、どう？アシットっていうのはどこで取れるの？ね、空母っていうね、西海岸をもうちょっと上に上がったところ、場所は仕事やるってなったら案内するんだけど。なるほど。え、何に使うの？アシットって。そりゃうちはいろいろ使ったり、ね、ああそうなんだ。ああ一応メカニックもね使うは使うんですよ。なるほど。ニトロ1個2個使うんで。そうそう、結構いろいろ活用性が高いんで。ありがとう。わかりました。まあ一旦持ち帰りで。だからどうしてもそうね、うん、お金に困ったってなったらまた連絡くれたら、うんうん、連絡先交換したかしてないな。いや連絡先はまだ早い。お前が決めんのか、お前が決めんのか。あ、そうだ。さっきのあのホットドッグの距離感から急に心の距離がまだ遠い。死んどけてめ。あ、え、痛い。やっぱこのスーツの人は喧嘩早いのか。お客様、お店で喧嘩はやめてください。あ、そうだよ。すみません。いやいや、まだまだこれからじゃないですか。これからを始めるために連絡先じゃない。まあ確かに。まあ確かにそうだな。じゃあお願いします。なんやそれ。ぐにゃぐにゃやん。買ってくれたしな。これはこんにちは。どうも。いや、先ほどの話本当に本当だったんですね。何の話だっけ。ディアンさん、ディアンさんの件。あ、そうですよ。嘘なんてついたことない。いや、ちょっと死んじゃなくて本人に話を聞きに行ったんですけど本当だったらしくて。そうでしょう。いや疑って申し訳。いや、ちょっとなんか話聞かれの尺だったんで。ああ、もしかしてそっち側の人間の方ですか。なんていうことですか。聞かなかったことにしましょう。ああ、全然、はい、すみません。でもレターさんはその前どこの国にいたんですか。軍。あ、どこのお国にいたんですか。国ですか。ええ、国はここと一緒ですけど隣町ですね。あ、隣町。はい。何をやっていた方だったんですか。いや、そりゃもうブラブラしてただけっすよ、僕なんてもんは。ブラブラしてただけなんですか。はい、そりゃそうですよ。でもさっきの殴り方を見るにはちょっと鍛えていたかのような感じでしたけど。まあバレちゃいますか、やっぱ。ねえ、まあまあでもブラブラですよ。ええ、そうなんですね。この街ではただのホットッケですよ、ごひいきに。わかりました。念のため連絡先交換していただきたいもいいですか。おっとっと、この街の人たちはすぐそうやって電話番号を交換したがる。ダメですかね。ダヨさんは何をされてる方なんですか。じゃあ自分はそうですね、はい、後ろに背負ってるもの見えますか。え、背負ってるもの。自分が背負ってるもの、これ見えてない、もしかして。うん、歪んでる。ああ。わかりました。悪い人ってこと。さあ、それはどうでしょう。あ、悪いんだ、まあ見た目からして警官ではないでしょうね。ああ、警官ではない。あ、そりゃそうか。ええ。でもやっぱなんかこの街の赤スーツの人いるじゃないですか。はいはいはい、はい。あの方はギャングって言ってたんですけどね。なるほど。同じってことですかね、じゃあ。ええ、まあそうですね。あ、ギャングなんですね。ええ。ほう。まあ自分からギャングと名乗るもん。もうなんかちょっとおかしな気がしますけど。え、じゃあダヨさんもなんだっけ、アシットってやつ欲しいんすか。おっと、話が早くて助かる。ああ、やっぱそうなんだ。まあアシット、そうですね。あとは自分が欲しいのは情報ですかね。情報。ええ、ここレギオンで起きたこと、あとはその警察の情報とか、うん、そちらが欲しいんですよね。なるほど。それを、まあ、レギオンによくいる俺が集めて電話で、まあ欲しい時もあればみたいな感じで言ってるわけですか。そうですね。なるほどね。あら、ここに元気かい。どうしたの。あ、欲しいかいの。
あれは殴らないんですね。まあまあまあ、あの方はホットドッグ買ってくれたんで。ああ、はい、いい人です。なるほど、はい。まあそうですか。いやー、まあ、もうちょっとホットドッグ、まあ、もうちょっとお付き合いを重ねてからどうですか。そちらもいきなり電話番号交換はあれでしょう。まあ、まあ、確かにそれは言えてます。この町の方々はすぐ交換をするんですよ。ちなみになんて人従う気がしません？なんか、まあわかります。僕は結構それがね怖いんですよ。ちょっと自分は今感心しました。何が？いや、ちゃんと人を見極めているというところで、あなたがこう、うん、逸材であることがなんか分かってきました。ああ、そうですか。ええ、いやいや、ホットドッグ屋ですよ。今のところは。今のところはですか、ね。はい。お茶の茶。わかりました。まあまた買いに来てくださいよ、じゃあ。わかりました。ではその時に。はい。まあ悪いやつだと仲良くする気はそんなないから。抜ける情報は抜き散らかして。行きたいよな。まあある程度の交流はだから必要かな。スパイ的なね、スパイじゃないけどね、自分らのためになる。全然オンには感じたくない。やっぱオンに感じちゃうとさ、いずれなんかある時にさ、あれじゃん、攻めづらい。そうだから、できるだけね、自分らでやりたいんだけど、まあ、ある程度のこういうとこはね、聞かないと分かんないとこもあるからね。で、向こうがポロッとね、出してくれる分には。おー、やってるやってる。